ビシテレビの方です。よろしくお願いします。今日は雨の中この御殿場に来ておりますと、はい、今日は癒しどころホテルさんに泊まります。それでは行きましょう。うわー、びちょぬれ。こんばんは。ブッキングで予約した恩塚と言います。はい、梶原さんもご来社員ですか？はい、はい、ありがとうございます。本日なんですけれども、ホテルルームでホテルルームの部屋今日は3株のご参加でよろしいでしょうか？はい、はい、ありがとうございます。では、それを言いますか、こちら本日のお名前のご記入とご住所ご連絡先をお願いいたします。電話番号、ここはいらない、電話番号お願いします。はい、お部屋までお越しでしょうか？はい、ナンバーわかりますか？わかんないですね、はい、黒のステッパーゴンの何はナンバーです。わかりました、はいはい、で恐れ入りますか、はい、じゃあ布団のところですね、お読みいただきまして、はい、どういただきましたら署名のところにサインをお願いします。タバコ吸うたら30万、すごいな。じゃあ30万払ったら吸うていいんですかみたいな。30万、すごいな。そんな吸われたら嫌なんや。あ、僕タバコ吸わないですけどね。ありがとうございます。タバコ自体吸わないんで。それに困ってるんです。実際には。マジっすか。はい、そんなあかん言うてんのに勝手に吸うやつがおるってことですか。います。すごいっすね。大人やのに。もうみんな大人ですね。中学生が泊まってるわけじゃないですよね。はあ、もう。今までなんかこう何万払ってくださいって見たことあるけど、一番最高額です、ね、私、群馬県の、はい、上川岳、はい、上川山荘っていうちょっといい旅館があるんです、はい、そこに私泊まったことがあるんですけど、はい、テーブルの上に番組なんて書いてあるんです。同じだ、最高額一緒やよね。すごいな。泊まるんですよ、はいはいはい、次の方のお客さんの部屋の、でもね、それね、いや僕らも別に仕事でこう罰則をしなあかんことがあったりするんですけど、あの僕はあのそれを罰則の部分をこうしたらこれしてもいいですって罰金の金額を書いてサービスにしました。でも次の人にだ30万お支払いいただければタバコ吸えますにしたら罰則じゃないんで、気分的に見てても嫌な気しないかもしれないです。はい、コメントがやっぱね、せっかく気持ちよく止まるのに罰則で書いてあったらうーんってなるから、30万お支払いいただける方はタバコ自由に吸ってもらいますみたいなすれば見た目も気持ちいいと思います。はい、はい、で僕どの部屋行ったらいいですかね。はい、はい、初めてです。はい、簡単ですけどご案内させていただきます、はい、お部屋はお2階の11号室で、はい、させていただきました。で最終的なチェックアウトは10時満足になります。はい、宿泊券なんですけれども、はい、おそらくは毎日入ってもよろしいですか？あ、お願いします、はい、もし今日は入居するみたいな時がありましたら、うん、こちら、あ、了解しました。ここに設置ください。はい、そうですね、僕らの朝食なしのプランにしてます。はい、大浴場が1階と2階にございますので、はい、ご利用の午後3時から0時までと、はい、朝6時から9時までとなってます。タオルを置いてないので、はい、ご利用の際は、はい、わかりました。あとですね、案内にであるとか、うん、お部屋にないアメニティについては、こちらのフロント周辺かもしくはのエレベーター周辺にございますので、あ、はい、いろんな分をどうぞお持ちになってください。はい、でご滞在中ですね、何かございましたらこちらのフロントの電話番号となってます。はい、
Wi-Fi のパスワードについては後ろに書いてございます。こちらです。はい。はい。恐れ入りました。お時間があるときにこちら十字コードを書いてございますので、はい、一度お読みくださいませ。はい。何かご質問等はございますでしょうか。あ、大丈夫です。お出かけの際はこちらの鍵どうか。あ、そう。あの朝ごはんでもし食べれねえとお金払って食べれるんですか。ちなみに1食何百円。あ、了解します。あの、お、あ、ちょっと出してるのってどこか分かんないんで、はい、食べれるようと食べ、またお金払って食べます、はい、様子を見て、はい、はい、おっしゃってください。他には、あ、大丈夫です。よろしいでしょうか。はい、こちらお迎えのお店です。はい、すいません。はい、こちらですね。ありがとうございます。はい、ありがとう。へー、かなりラージサイズ。広いっすね。はい、お部屋広いです。ベッドも広いっす。で、枕元にコンセントと調光がついてますね。エアコンもこっち側に、あ、こっちはついてるか、大体。はい、で、この調光、あー、なるほど、部屋全体、おー、なるほど。で、これが、これが一発で消える。あ、ほんとはもう、あの、入り口の部分は別に消すんですね。なるほど。あ、嬉しい装備品が。見てください。この手元ライト、これね、もう、おっさんになったら目が見えへんからね。手元ライトありがたい。で、ね、こんな感じでお持ち帰りいただきます。というわけで、なんで、冷蔵庫。お持ち帰りいただきます？いただきませんやん。備品は持って帰ったらダメですよ。持って帰ったらあかん。で、ちなみにこの部屋でタバコを吸うのは、30万円かかります。はい、部屋でタバコを吸うには30万円が必要です。ということで、と、はい、さあ、それではですね、今日は何ビューかな。じゃじゃん、はい、駐車場ビューということでね、下に駐車場がこう、はい、下の駐車場がバッチリ見えております。はい、バッチリ下の駐車場が見えてます。うん、富士山は見えへんねやな。富士山そこやのに、残念。はい、というわけでお部屋はこんな感じので、お風呂がね、こういうところに、なんかこう、なんかこれ、なんか、うん、パカッ、お、お風呂広いか。うん、まあ
まあまあいいんじゃないですか、お風呂もね。はい、アメニティもしっかりそろってます。コップに1個付きでもタオルは1個。今日はね、一人で撮ってる。もう最近ね、前のコロナの時と、ね、前のコロナの時と違って、2人で撮る時の値段差がね、すんげー上がってきてるんで、最近はもう必要な水で撮るようになってますね。これ2人やったら値段が倍になったりするところも増えてきたんで。これなんだろう、これね、これないや、めっちゃ気になる。もともと2部屋やったんかな、この広さ。ちゃうかな、ちゃうか、さすがに。これ何や、これ、これ何、これ何、うん、まあ空気清浄機もあるし、ケトルもあるし、うん、バッチリっすね。はい、お部屋はこんな感じですと。はい、こんな感じのですね、サムエも貸してくれます。いい感じっす、動きやすいっす。お風呂か、行けるんかな、わかんない。お風呂4階になんかテラスルームがあるみたいな感じだったね。ちょっと行ってみますか。それでは行きましょう。はい、おはようございます。それではここ行ってみましょう。6時、9時、空いてるかな、空いてる、うん、うわー見えへんな。こちらはそこ富士山ですね。はい、あ、今日はちょっと雨やと聞いちゃうに路面は乾いております。違うで富士山見て気持ちよかったでしょうねということで、はい、まあ、こういう場所もありますと。
あ、すごい目の前にね、そうですね、ブラッチしてないんですよね、昨日の夜も。もうご飯食べて帰ってきてすぐ寝たみたいな感じなんで、はい、こちらの目の前にマックスバリュー、ユニクロとか入ってるショッピングモールもあるんで、結構買い物とかには困らないと思います。はい、こちら歓楽さんに泊まってきました。癒しところホテル歓楽さんです。はい、外観はこんな感じでございます。黒でおしゃれな感じです。ちょうど道路から見てると入り口がね、パッと上がりにくいんですけども、まあGoogle マップで示し出した時にはちょっとゆっくり来てください。 Google マップでナビでね、この辺ですよって時もゆっくり来てください。はい、それでは最後までご覧いただきましてありがとうございました。このチャンネルでは公共交通機関、ホテル、激安飯、観光地などのレビューを行っております。